私が生まれて6年が経ったある日、事件は起きた。待ってください。しつこいわね。そんなに怖がらなくてもエテルは大丈夫よ。大丈夫、未だに感情を覚えないあの子が、あれは間違いなく欠陥です。大将。カトラナ、たった6年ですよ。人の子や他の種族でも6年程度で完璧になるのは不可能です。私だって。でもエテルは危険すぎます。感情が乏しいということは情が生まれない。仲間だからという意識も芽生えない。殺すことが一番効率がいいと判断したらもう誰もエテルを止められない。少なくともこのエデンでは無理です。大丈夫、エテルは確かに表情や感情が乏しいように見えます。でも感情がないわけじゃない。エテルは私に任せて、最高責任者として面倒を見るから。潮様でも止められない子をどうやって止めるつもりなのですか？6年経っても表情や感情に変化を見せない、そして他者を殺すことに特化した能力を持ち、絶対に殺せない存在である私に恐怖していたカトラナはずっと私という存在を抹消、もしくはオフトエデンからの追放を考えていた。だけどそれは潮の考えによって、抑制され続け、私にはこの頃までは居場所があった。潮が最高責任者であり続ければ安泰だったのだけど、そうはならなかった。ミール様、ミール様がこのようなエデンに足を運ぶなんて珍しいですね。うん、こんな信仰心の薄いエデンになんて興味ないけど、あなたは違いますからね。それで、どのようなご用で、申告があって見に来たの、潮は隠していると。何を。神羅万象支配の素質です。最近生まれて申告しなければいけないのにそれを黙っていたのですね。別に咎めはしませんが、二度とこのようなことはないようにしてください。なんで、確かに最近メンテナンスルームで鑑識鑑定をしたとき、私の能力欄に、神羅万象支配、幻想、が密告状態で解放されていた、けどそれは誰にも話していないのに。私は、オートマタレイリウム、です。そして今この組織はまだまとまっていません。なのでミール様、せめてこの組織が私抜きでも任せられるくらいまでは。優先順位を間違えないで、あなたがこのエデンにいることに対した意味はない。むしろ覚醒の傾向を見せたあなたを、ヘブンズハート、に迎え入れて、いずれ訪れる主様のために育てる方が大事です。最高責任者はカトラナ、あなたはもう、オートマタレイリウムではない。過度な干渉は控え、オフトエデンにいるときはカトラナの指示に従うように。そんな、せめてお時間を、引き継ぐお時間を。私は何が起きたか知らない。でも潮は4年前、騎士に選ばれた。最高責任者がカトラナになったことで今までの生活は一気に変わった。久しぶりだね、ニクル。エテル。相変わらずね。どう？最近、うまくやってる。名前で呼ぶ人はいなくなったかな。怪物とか、化け物とか、死神とか、欠陥品とか。私何もする気ないのにすごく悪意を向けられてるんだよね。おかしな話だよ。ニクル。力不足でごめんなさい。こんな目に遭っているエテルに追い打ちをかけるなんて。どうしたの？エテル、オートマタレイリウム、最高責任者カトラナ様からの直々の命令だ。他エデンの情報と技術、文化、土地すべてを理解してきなさい。それが完了するまで、オートマタレイリウム、オフトエデンへの立ち入りを禁止する。土地の理解なんて不可能。実質国外追放、災いと認定しているカトラナ様はエテルをこのエデンに置いておきたくないんだ。潮様が騎士になられて1年、本当に変わった。別に方針が変わったわけでも町や住民が変わったわけでもない。でもエテルへの差別はひどかった。海賊だから無慈悲にできる。心持たない海賊だから言われたことに疑いを持たない。海賊とはここまで愚かで無慈悲なのか。エテル、わかった。え？わかった。私は、なんてことを。初めて見せたエテルの表情が、こんなにも苦しそうな顔だなんて。潮様。すみませんでした。それに間違っていた。エテルは感情がないわけじゃない。表に出すのが苦手な子で、ちゃんと喜怒哀楽を感じてたんだ。それを、こんな形でわかるなんて。それじゃあね、ニクル。劣化しない口ない口の体、それがあっても身体能力は一般の子供と同じ。そんな子にこんな広大な身がどるエデンをとどまることなく一人で歩ませるなんて。エテ。私に声をかける資格なんてない。善人ぶるな。私だってエテルを追い込んだ側だ。反抗しなかった時点で加害者なんだ。エテルは危険よ。潮様という抑制していた方がいなくなった以上、このエデンに置いておくわけにはいかない。責任者としてエデンの機械族全員に命令を出す。機械族はエテルとの交流や補助を禁ずる。罰を犯した者はエデンの反落者として重罪を言い渡すと。そしてニクル、エテルに命令を言い渡す任務を言い渡す。一番エテルと交流があったあなたなら潮様から教えてもらった一寸の情で反落を思いとどまるかもしれない。カトラナ様、エテルはそんな。
あの子は機械族生まれて以来の厄災。あの子がまだ何も感情を得ていない間に私がこのエデンを追い出し、機械族を守らなければならないの。もし、オフトエデン外で問題を起こしても、そのエデンにいる実力者が倒してくれる。最悪ミール様がどうにかしてくれる。ミール様にはエテルへの状況報告もしてあるからね。意識してもらわないとすぐに対応してくれなさそうだし。どうして？そこまで。私は責任者よ。このエデンを守る義務がある。私ではエテルは止められない。なら追放しかないじゃない。ジオ様にだって説得されたわよ。理解すれば、分かり合えればと。無理よ。エテルの表情は一般の機械族そのもの。無表情。何を考えてるのかもわからない。感情があるかもわからない。思考もわからない。そんな子を理解しろというのが無理なのよ。笑うといい。差別という方法でしか解決できない未熟者を。差別、カトラナ様は差別心理を理解してなお、この手段を。わかりました。ではエテルの元に命令の通達に向かいます。なんで、シオに言われた通り、メンテナンスルームで調整するとき以外で力を使わなかったのに。カトラナに言われた通り、誰とも干渉せずに、おとなしくしてたのに。シオもいなくなって、居場所もなくなって、でも地位や種族はあるから他から干渉を受けることもダメで。今回命令として追い出されたから、私の役割だけはあって。感情なんてなかったら苦しむことなんてなかったのかな。エテル。シオ久しぶりだね。どうしてこんなところにいるの？それは私のセリフ。なんで？エデンから追い出されたんだよ。でも役割はあるから拠点を持たずにミガドルエデン中を歩き回らないといけないの。ごめんなさい。私が最後まで面倒を見れれば。こんなことには。そうだね。シオは本当に面倒くさかったけどいい人だった。今ならわかるよ。こういうのを確か、東大元暮らし、って言うんだっけ。そうだけど、いつも通りなのね、エテル。さっきまですごく苦しかったけど、今はそれがない。だからだと思うけど。そっか、ならエテルにこれあげる。何これ？私のリボンよ。この色はエテルと同じだからずっとあげたかったの。これを私だと思ってつけてくれると嬉しいなぁ。ひらひらが肌に当たって気になる。ダメかも。ダメって言わないでー。慣れるからー。でも、すごく嬉しい。エテル。笑ったー。ねえねえ、エテル、もう一回笑ってー。戻したら無理なんだけど。次は表情を柔らかくするためのフェイス運動を教えないとね。うん、それじゃあ私は行くね。あまり立ち止まっててもあれだし。しっかりね。私、すっごく応援してるからね。エテルにミガドルエデンのご加護があらんことを。重罪ですよ、シオ。はぁ、つくづく嫌な役割。カトラナも性格悪いね。あの子は自分の役割をしっかり果たそうとして行ったことです。責めるべきではないですよ、ミール様。そうだね。でも次はしよう。私があなたに罰を与えないといけない。ごめんなさい。正直あなたを軽く見ていた。もう少しあなたの死は遅らせるべきだったと思うよ。そうですか。なら次はもっと世界に情を傾けてくださいね。うん。それじゃあ罪名を言うよ。罪名、ジオエデン、以前のエデン、構成員幹部への過度な干渉や加護を与える行為、これを罰する。罪名、オフトエデン、最高責任者カトラナの命に背き、機械族でありながらエテルに過度な干渉と補助した、これを重罪とする。ミガドルエデン最高責任者、ミール、エデンの名のもと、死を別の世界、時間軸で、8の試練、オーケー、償ってください。それまでミガドルエデンや現実世界にも戻れません。エテル、強く生きて、きっとあなたを理解してくれる人が現れるから。だからその日まで、どうか。さっきは何も考えずに飛び出したけど、せめて一滴マスくらいは言った方が良かったかな。あれ、しよ。それから3年間、私はいろんなところを歩いて、面倒ごとに巻き込まれたりもしたけど、こうやって今は主と契約して現実世界にいる。それは抵抗だったかもしれない。少しでも役割から逃げたかった。たったそれだけよ。エテル、どうしたんだ？なんでもない。ただ厄介だと思ったらすぐに戻して、必要な時に呼んでくれたらいいから。エテルはどうしたいんだ？初めて会った時からそうだったけど、エテル、お前に居場所はなかったのか？ないよ。ずっと一人でミガドルエデンを歩いてたんだから。じゃあ俺が戻したらエテルは一人に戻るってことだろう。それでいいのか？慣れてるから。慣れてるなんて関係ないだろ。それは感情じゃない。エテルは一人でいて楽しいのか、寂しいのか、辛いのか、そういうことを聞いているんだ。寂しいかな。別に一人が好きなわけじゃないし。そうか。
まだ10歳だからな。耳もそうだ。俺の世界で辛い思いをさせてる子が目の前にいて、それを他人事のようにできるわけもない。きっと寝るやしんから怒られるだろうな。だけど、俺はこの子の主として、保護者として契約した以上面倒を見たい。エテル、常駐従属契約、押してみるつもりはないか。主、私みたいな子を全員そうやって情をかけてるとキリがないと思うけど。そうだな、甘いと思う。だけどだからといって見過ごすこともできないんだ。一人が嫌なら俺が面倒を見る。エテルはまだ幼い。エテルが一人前になって俺が契約解除できるだけの実力を身につけたとき、ミカドルエデンで目的を見つけたらいいと思うんだ。私はいいよ、好きにしたらいいよ。最後に聞くけど、嫌なら強要はしない。主を見て、すぐに契約を承諾したのはきっと、私の世界が変わったらいいのにっていう、そんな小さな願望だったのかもしれない。断る理由がないんだから、嫌じゃないよ。厄介者として扱われてきた私をこうやって保護してくれる、その優しさがどれだけ嬉しいか、私は知ってるから。今エテル笑った。とりあえず部屋に戻って休むんだ。どんなに体が丈夫でも大事にしない理由にはならないからな。うん、わかった。エテル、もうここがエテルの居場所だ。役割とか関係なくゆっくりしたらいい。俺はそれを求める。従属以前にまだエテルは幼いんだから。わかった。主がそう言うならそうする。ずっと恐怖や奴隷、厄介者として扱われてたのに。しよ、私、居場所ができた。私を大事にしてくれる人がいたよ。嬉しいなぁ。あの時契約してよかった。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか。くれましたか。気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。